人生っていうのはね、一つの、自動車運転みたいなもんだもん。もう人生運転、それをね、我々自分の人生っていうものを考える、いつでもね、自分の人生っていうものを向こう側に置いちゃって、それで人生とは何かってこう考える、こういう自分と考える自分と自分の人生とってね、自分の人生向こう側を置いちゃうと話が違うとね、人生だこうだああだってこう考える、考えた時は向こう側にあるんだ。ところが本当の自分の人生というのは、自分がここに今この人生を運転していくところにあるのね。自動車運転していくと同じだ。それで自動車運転でもそうでしょ。自動車運転とはどういうことかって言って考えた時には、もう自動車運転向こうを置いてる。それで、なんか対向車が来た時には避けなくちゃなんないとか、それから、信号が赤の時は止まるんだとかって、そんなことを、交通規則とかなんとかって言ってね、そういうのを覚えていりゃ自動車運転できるかって、できやすくなる。その 人生運転でもそう、自動車運転でもまず自分が乗るっていうところにあるわけですね。で、決してね、自動車運転とはどういうことかって考えたところに自動車運転があるんじゃない。それで、とにかく自分がやるっていうね、運転するっていうところに、それが今、行物院の行物ってそういうことですね。この仏っていうんでもね、向こう側にみんな置いちゃってるの、仏さんって。そうすると、なんか仏さんっていうと、まあ、お寺さんとか阿弥陀さんとかね、薬師さんとかっていう、もう自分の他人に置いてるでしょ。そうでない。前と言うけれど、行物の仏はね、本当の大人だ。諸仏とは大人になる。本当の大人としての人生運転する。これが行物だ。それで、この今、自動車運転に当てはめて、不造造というのは何か。自動車運転の場合、考え事運転というのが危ないでしょ。緊張運転が危ない。それと酔っ払い運転ね、居眠り運転というのは危ない。で、そうでない、今頭のその頭を手放しにして、そして頭手放しにしたからして考え事運転、緊張運転はやめてるって言うんで、それで寝ちゃっちゃダメだ。寝ちゃいけないから、それで、あれですね、はっきり目開いて、目覚めて、それで、居眠り運転、酔っ払い運転しないっていうのね、これが自動車運転の一番大切な根本態度じゃないですか。いや、私は自動車運転できやしないけど、いわば自動車運転観察してそう思うんだね。で、それが今不造造ということだ。もう大切なのはね、だからもうこれ、この頃に、ね、差別用語っていうのはとてもやがましいんでね、あれなんで、私なんかいつも差別用語ばっかり使っても、だから私の方もあれだったら絶版するよ、しょうがないからね。だけど本当は大切なのはバカと気違いの間だ。今自分ね、バカって言っちゃいけないんだ。なんとかって言わなきゃいけない。だから気違いって言ってもいけない。だけどバカと気違いの間って言ったもんはよ、バカリー。で、要するにバカって言うと、居眠り運転、酔っ払い運転、これはバカだ。それから、気違い運転っていうのは、
緊張運転、考え事運転、ね、それの方行きゃ気違いだ。そうでない、バカと気違いの間、それが中だ。敵中の中ですね。それで、この、それが見解と、要するに頭手放ししていながら、はっきり目を覚めて、そして運転していく。それを見解と三学すべしという、まあ、自動車運転に当てはめてみるとね、この自動車っていうのは、それ自体の、その大きさとしては、あれですね、3、4メートルの長さしかないわけです。だけどこいつが走るんだ。だから何千キロ、何万キロっていうのは走るわけね。今の日本の交通事情っていうのは、その自動車っていうのは3メートルぐらいの、3メートルか4メートルの白門っていう。ほんでそれが走るってことを考えてないで道路を作ったんだからね。だから道路は混雑しちゃう。これ自動車ってやつはもう走るんだからね。何千キロ何万キロっていうのは走るんだし、だけどその何千キロ何万キロ走ろうと、その自動車運転の一番根本体温っていうのは決まらない、ね、決まってる。たった一つ、その頭手放しして居眠りしないで、そしてはっきり目覚まして、そしてその考え事運転しないってことね。これが大切なんですね。それと同じようにね、人生の場合でもそう。我々一生生きるって、どれだけの年数生きるか知らないけど、それだけ生きるわけですね。それの根本は今不増動をさ、変解と三学しなきゃいけない。要するに頭手放し、それをその頭にこう、なんだって言ったら掴んじゃうことはない。頭手放しっていうところが本当なんだってことですね。いや、しょっちゅう頭手放しで何も考えずにいろっていうんじゃないんですよ。我々いろいろの頭がある限りいろいろ考えば、しかしながら頭で考えたのが本物じゃない。その手放しして見てるところが本物だってことをよく知っておかなくてもね。それで、それをその人生運転の根本態度がこれ。これ行物一中の意義ない。でそれは根本大事なんです。ところが同時にあれですね、自動車でも今言うように何千キロでも何万キロでも走るんだから、いろいろな風景が展開するじゃん。決してもう一つの風景じゃないからね、さまざまな風景展開する。で我々の人生運転でもそうだ。今その我々人生という限りいろいろな風景がね、我々の目の前に刻々に展開してくるんですね。これをよく知っておかなきゃ。でそのどういう風景が展開するかっていうと、一口に言って生死だ。生きることと死ぬことだ。ところが今の普通一般の人たちね、これ生きるって人生っていうのはね、その生理的に生きることっていうだけを考えてるね。そこが根本的に違う。生理的に生きることっていうと生存することだ。これで生存だけが世界だと。で
みんなが生存競争だから、生存競争っていうのもありますね。で、生存競争して、その生存競争するそれの勝利者たるためには、どうしてもエリートコース行かなきゃいけない。それでもう今度は子供のうちから、もう勉強勉強して押し付けられてます。で、結局そういうのはね、普通の人の考える人生っていうのは、いわば世当たり諸生だ、世当たり諸生のことしか、その自分の人生っていうのの場面を考えていないわけです。それだけかと思って、そしてその世当たり諸生において、この結局価値基準となるのは、これはいわば何が大切か、何がいいか悪いかって判断する、その物差しだ、価値を測る物差しね。その価値のを測る物差しとしては、みんなその自分の欲望だけだ。先日見たところ、あの物欲とさ、それから財欲、意欲、財欲、名誉欲、権勢欲っていったような代物だね。これは今みんな、あのいちいちこまごま言わなくて、みんなそうだったからね。それだけが、このこれいかに、だから自分の欲を、我欲を満足させるか、それだけがあらゆる価値を測る根本だ。で、つまりその世当たり諸生だけが自分の世界と思われ、そしてそれのその我欲だけがその生きる場合の価値を測る物差しとしてる、ね、これがまあ今の普通の人のやってるところ。だからね、もしその桁が外れることがあるもんね、桁が外れたときどうか、その桁が外れちゃうと、もうしょうがない、もうすべてお手上げだ。その桁が外れるっていうのはどういうのかっていうと、そのいわゆる老病死です。年取ってくると、もうもはやどうにもならないっていうね、いうところが出てくるわけね。まあこれ早い話が、今田中角栄さんの傘下にある、なんていうの、竹下さんっていうのが今度愛してくると、田中角栄さんはけしからんと思ってるんだけれど、しかしだからけしからんって言ってて、ほら、もうちょっと前では佐藤栄作さんの時に、佐藤栄作さんがあれなんだ、福田さんを、あのまあこの次は福田さんにあれで受け持ってもらおうっていうのに、田中角栄さんはあのあれですね、佐藤栄作さんのもとで成長して、そしてどうしても今度は俺がなるっていうところは、佐藤さんが今度は福田さんにやってもらおうと思うって言ったら、いやもう待てませんってあげて、それでまああの佐藤栄作さん解散したっていうね。それと同じ思いを今度は田中角栄さんがその竹下さんに対して、また解散していた。ほら多いな、このその世帯交代の時代って言ってね、そうするともう
若いやつに押しのけられる。若いやこの、その押しのけてきた同じように今度若いやつに押しのけられる。ああ、我を追いたいって解体してんじゃない。これね、勢力だけ考えてりゃそんなことだ。だから病気っていうのもね、これもあれだ、あの、がん、これまあお互い同士いつね、あなたはがんだってね言われない会議じゃないんだからね。そうしたら今のお医者さんは言わないけど、それでも言わなくてもがんは治るわけじゃない。それでどうせあの、最後までいっちゃ医者は騙して、俺やっぱりがんだって思わないわけにいかない。それでこれまあ病気っていうこともある。それで今度は死ぬっていう段になったらね、これはもうどうしても、ああもう、いや私もね、この毎日宇治川辺に散歩しながらね、とっても綺麗なね、この空になることあるんですよ。ああこれももう長いことはないなと思っていつも外滞して歩いてるけど、これ本当にね、このどうせね、あの老病死っていうの、そういう自分の、その思いもね、通用しなくなるときがある。桁が外れる。そういうときに、このもうただ自分の生存だけを、あの俺の人生だと思ってる人は、もはやどうにもなんない。それで慌てふためく以外ない。いや私の友達の小学校や中学の友達もそうみんな70過ぎたもんね。ところがそれがあった、もうどうしても紀元2000年まで、もうちょうど私が紀元2000年になると88になる。だから我々はどうしても紀元2000年まで生きなきゃなんないって言って、それでスクラム組んで、そして死ぬな死ぬなって言って言ってけど、それがその中からゴボッゴボッって音を立ててゴボ抜きになって俺もう本当にね、70から80までの間にみんなの半分になると思う。それで80から90までの間半分以上じゃない、もう 80% 死ぬじゃない。100までって言ったらまあまあ一人か二人っていうようなことになるからね。おっともう私なんかももうすぐそばに来てる。これその時どうするか、これがね生じ問題の根本ですよ。でただそのアーテフタメーって言うもんじゃない。これ例えば自動車運転でもそう、自動車運転でしてて、あしたら急にあの断崖絶壁のところでもう道に止まったって、これからどうする。あるいはあのあれですね、あの海岸のところとかね、そういうことに出会うことあるわけ。だけど陸上を走る自動車としてはそれでもう何ともならない。ところが我々の人生はね、そうでない。この順調な生存だけが人生じゃない。そうでなしにこの生存の危機っていうね、そういうあの老も病もあるし、あるいは生存の反生存だ、生存の反対側としての死もあるわけ。この生存の裏側である死に出会ってどうなるか、どうするか、それがね、何ともならないのが今生存だけを考えている世の中の人です。でその時になって何とか富くじ当たりますように、なんとかその、
がんが治りますように、なんとかその、あれだね、70過ぎても精力絶倫でありますようにで、神信心してもダメなの。神信心それぐるみが通用しないのが今の信条ね。で、まあ普通の世間の信心っていうか神信心、宗教って呼ばれてるのは、そこのまあそういうところに出会って、まあ富くじが当たりますようにとかね、その、がんが治りますようにとかって言ってるのが、これ普通宗教って言われてもね、そんなのは迷信邪教だ。で、そういう神信心されぐるみがもう通用しない。そこはそこから初めて本当の意味の宗教が始まるんですよ。で、つまり宗教っていう今の言葉ね、本当に迷信邪教の方が圧倒的に強いからね、でそんなもんだと思ってるけど、本当の宗教ってのはそんなもんじゃない。もうあらゆる生存のあれが尽きたところで、その時どうするかっていうね、自由運転の話がこれ本当の意味の宗教の話ですね。だから我々の人生運転の場っていうのは決して単に生存の話じゃない、むしろ死を裏側に持つ生命の話。いつも我々ね、死を裏側に持っている生命を生きてんだから。それでそうなってくると、そういう生じぐるみの生命においての本当に価値とすべきところは何かとなると、金やその、色欲やね、あるいは、権勢欲っていうもんじゃないんだ。それでむしろそういうものが通用しなくなるところをひっくるめての人生なんだからね。そういう人生、生じぐるみの人生において、そのいかに行動するかって、いかに人生運転していくか、これが変化ですね。その変化において根本態度、その変化に対する人生運転の根本態度が今いるこの、不造路で、結局今いるのはね、生じっていうもの、我々人生運転の場は生じの、生じひっくるめたもんだっていうこと。それでこの前読んだところでね、この前人健康委員に、人大地理事ともに不造像を変界と山岳すべし、変界不造像なるのみにはあらざるなる、これ行仏一中の意義ないというところから今度一転してですね、仏道を哲学するに大正化粧と通ってて、生じ問題の話に入ってきたわけですね。そしてその結局ね、生じに生じを一つに見渡したところで、そのおのずから決まってくる形っていうの、それがね行仏委員なんです。だから五条の中ほどに、あ、そうじゃない五条の左の、あ、右のページの左から4行目、仏意義の一群を兼務するは人健康大地なり人生寺古来なりって書いてありますね。結局この仏意義っていうのあり方をね、荒らしめるのは人健康大地なり人生寺古来なり、つまり
その自動車運転でもあらゆる地形、あらゆる天候、あらゆる道路事情、混雑事情、そういうのをひっくるめたところで今この運転の仕方があるわけだ。今だから人健康第一、人生に来ないっていうのはあらゆるものをひっくるめたところで今この物理意義のあり方が決まってくるっていうことですね。それで今日のところはね、いよいよこの知るべし生じは仏道の安理なり、生じは仏家の長度なり、いよいよねその大切なところに差し掛かってるわけです。つまり生じってのは仏道におけるこの安理っていうのは行い踏むところっていうことね。だから実際の生活、人生運転の範囲内だね、生じは。で、生じは仏家の長度なり、長度っていうのは、まあ、手回りの道具っていう。これ、どうせね、生じは仏の御命なんですね、御命。それで、これ、生じっていうことが、我々の自由運転の場だもん。だから視野容姿なり、視野容姿っていうのは使うために必要な道具っていうね、明や明徳なり、だから明らかにすれば明らかにできるもの。大体我々ね、その生じっていう人生生きてるんだ。そのね、自分の生きているっていうのをそれがわからないっていうのは、これ一人前じゃない。いや、私が言うんじゃない、ここに書いてある、うん、故に諸仏はこの通俗に明明なり、この容姿に独特なり。諸仏はね、この通俗っていうのは通ずると塞がると、それがね、明明なりっていうのは手に取るようにはっきりしてるっていうのね。これは自分の生じは自分のね、うちの中だもん。そのうちの中だから、それ自由にさ、その、このところ行きゃって壁だ、このところは通れるって言われるね。そんなことぐらいもう手に取るようにはっきりしてなくてしょうがない。でこの容姿に独特ない、これまあ生じは自分のそのあれですね、手回りの道具なんだ。これちゃんと自由に使いこなせなくちゃしょうがない。で自由運転できなくちゃなんだ。そのだいたいね、自動車運転するのに自動車の運転の仕方がわからないって、全然運転してるっていうのはこいつそんなバカなことあっていいわけじゃないんだ。だからこの生じの際に砕かれ、誰か何時を何時と言わん、これその生じが生じとしてね、はっきり分かっていないっていうのは、こいつはもう到底一人前の人間じゃないということですよ。だから私が言ってんじゃない、内山は生意気なこと言うってどんなんじゃないちゃんと書いてある道元殿がそう言って、私もそうだと思う。いや、それじゃあ内山はいい死に方するか、そんなことは分かんない。そんなね、死に方なんてのはね、これはもう生理的な問題で、そしてもうの今の時代でお医者さん次第だ。お医者の、その金儲けのお医者に入っちゃったら、もう金儲けの一環なんだから、ね、死に方。それこそ、あっちも、針突っ込み、こっちも針突っ込み、そして解剖もして、それでいかに苦しいって言ったって、苦しいな、その、自分持ちだ患者持ちだ、俺は儲けない、そういう医者になっちゃったら、俺はどんな死に方もする。だからね、今の場合ね、そういう生理的な話、医学的な話じゃない、生理問題としてどうあるかっていうね、そういうその自分の人生としての話ですよ。どう
したらちゃんと分かってなくちゃしょうがない。で、誰か何時を了承達しの勘と言わん。この章を了承というのは章を明瞭にし明らかにし、それから死に通達するんですね。で、生死に沈めりと聞くべからず、生死にありと知るべからず。その生死、大体ね、生死っていうものが本当にあると思っているからね、生死界に人人するって、人人ってのは沈むってことね。それから生死界中にあって漂うという言葉が出てくるわけ。ところがね、本当は生死を生死なりと真珠すべからず。生死っていうのはね、大体あの第一道論に、私がいつもは聞くけれど、第一道論にね、生死は名字のみあって、実な人、名字とか名前だけあって、生死っていう名前だけあって本当はあるもんじゃないんだ。これが仏法の根本です。これは我々の頭のね、あの判断する頭の手前に生死とってある。そうでない、頭バラにしたって、頭手放しにしたっていう、いうところね。それじゃ生も死、生ならず死も死ならず、これが不生の生、不死の死だ。それで、だから生死も生死なりと真実すべからず、それから不衛すべからず、生死っていうものをね、理解できないもんと思ってちゃいけないってことね。今の人のね、人生とは何かと、私も中学時代ね、これもう人生とは何かっていうのを問題にしよう。で、死ぬとは何か、そうすると誰でもなこともわかるもんか。それでそんなことを問題にするのが仮もっと違うかって言うね。そういう今の時代で、ね、野蛮時代なんだ。自分がみんな生死を生きていながら、生死がわからないっていうのが当たり前だと思ってる。それほど野蛮時代なのね。ニューギニアの奥の人たちっていうのは、数えるのに一つ二つまでは数えられない。三つってなってもうわからない。たくさん一つ三つ三つっていうのが言えないで、一つ二つたくさんってそれで言うんだけどね。そのくらい、まあそういう人たちを我々野蛮って。それと同じように今の我々ね、食うことと生活だけ考えて、あとは分からないっていう、これ一つ二つたくさんっていうのとどこが違う。ちょっと色気と食い気、あと分かんない。色気と食い気とあと分かんないっていうのはもう野蛮だと思って。で、それをね、人間っていうのは人生なんて分かるもんかっていう自己暗示にかかりすぎてるね。みんな人生、生命、生じする生命を生きてるんだから、これ生じする生命はどういうものかって分かるのが当たり前だ。で、分かろうとしてするのは当たり前の話で、だから不衛すべからず、不知すべからず、知らないものとしちゃならない。それから、あるいは言う、ただ、人道のみに諸物出世、さらに予防、予道には出現せずと思える。ここで、だから、不衛すべからず、すべからず、不知すべからずで、一段切れ。これからのところはね、行物意義ってもんだから、ここに言う、仏っていうものはどういうことかっていうのは、問題になってくるわけですね。それで、仏っていうのは普通に
そのお釈迦さんとか、その弥勒さんとか、あ、弥勒さんじゃないや、阿弥陀さんとかね、薬師さんとかっていう考えてる仏は、もうみんな仏のこと自分より他人に考えてる。そうでない、全く違うんですね。で今もうそれで以下行仏意義っていうか仏の話を持ち出してる。ただ人道のみに諸仏出世する。仏ってはね、人間世界だけにあるもんかと思ってるんですよね。でさらに予報予道には出現せずと思える。言うがごとくならば仏在のところ、皆人道なるべきか。これは人物の唯我独尊の道徳なり。その仏ってのは人間世界だけだっていうんだったらね、じゃあその仏さんのあるところ全てが人道なの。それは人間の人物の唯我独尊って人間界だけの独尊物でしかない。さらに天物もあるべし、実物もあるべきだ。これそりゃそうです。この法華経、あの、天台宗で言えば十戒豪具ですよね。十戒豪具っていうのはね、地獄ガキ畜生、地獄ガキ畜生を知らず人間天上、聖門円覚仏菩薩ってね、これでおのおのの世界がある。で十回、その十回にまた地獄ガキ畜生を知らず人間天上ね、聖門円覚仏菩薩というまた十回が お互いに揃ってるって、ね、これ百回になる。だからその今天上界にも仏がある、それから仏界にも仏がある、仏仏も安全になる。諸仏はただ人間のみに出現すといわんは仏道の本国にいらざるない。諸仏ってのは人間間の人間世界だけにあるのかっていったら、それは全くね、仏道のその本当のこれ本国ってのは敷居ですね。敷居の奥に入っていないんだ。祖宗医学、昔のね、お経に書いた釈迦牟尼仏は過小仏の身元のに従って称号を伝えてより、徒卒殿に行きて徒卒打点を消し、今にあるあるこの徒卒殿の徒卒殿っていうのはね、あの四回第六点の、ああ四回に六点ありますが、それのうちの第四点だって。この天上界っていうの、仏教で天っていうのはね、いわば一つの階級ですね。このだから天っていうのをこう調べてみると、十戒天の中にはあの金持ち階級とかさ。支配階級とかっていうのはもう天人に来てるもん。それからあれですね、支配権になると今度、いろんな行をしていい気持ちになってるっていう連中ね、そんなのを天人に来てる。今あの徒卒天の場合は四階なんだけれど、四階の中でいわば知足、この八大人学にも知足っていうのが初版に出てきましたね。小欲知足、足ることを知ってる、足ることを知ってる連中は一つの天人だ。みんなその欲界にありながら足ることを知る。今の連中全く足ることを知らないで愛してるから、こういうのをガキッと上乾いて、あっちもこっちもむさぼりたくってる。これはガキだ。それに対して足ることを知ってるんですね。
これは多卒点です。で、誠に知るべし、人間の釈迦はこの時滅度圏の手を引けるといえど、人間としてはね、死んでる。あの涅槃された時にお釈迦さんは、しかしながら上天の釈迦は二根無罪にして懸念するものない、これも天人になって、そして天人たちをそのに仏法を教えてる。確認するべし、人間の釈迦の千変万化の万化の動弱あり、行使は切弱あれば人間一遇の方向限定になり、要するに人間釈迦がその説法、あのいろいろの言葉を言ったり、それから行いをしたり説法をしたりという、それは人間としての一遇の、あの一部分の方向限定だ、ね、光明を放ち地図を表したこと。で、愚かに上天の釈迦そぼけ、さらに千本万本ならぬ知らざるべからず、この天に昇ったお釈迦さんというのはね、その境界はまた千本万本とさまざま多種多様という、それを、愚かにしてそういうのを知らないでいちゃダメだ。仏仏昇殿する大道の断絶を超越し、無視無臭を脱落せる終始、一人仏道の身に昇殿せる。これ大道っていうのはね、これも大道っていうのは断滅することもある、そういうのはまあ大道の出入りだ。大道が現れたり、それから断絶したりとかね、出入り、それから無視無臭っていう、もう脱落せる臭、これは無臭、無臭っていうのは出入りなしですね。今言う出入りと出入りなしと、そのいずれをも超越脱落せる臭なんだ。本当に大切なのはそういう現れたり消えたり、あるいはあの全く無視無臭であったり、そういうのを超えてるもんだ。生命ってもそういうもんですよ。そういうその全てを超えている、動不動を超え、出入り出入りなしを超えている、そういうのが一人仏道のみに昇殿せる。授与の書類知らず聞かざる苦毒なく、あの他の伝承には全く知られている。行仏の設計するところには師匠にあらざる修行は、天上人間北海道にあらざるところあるべし。いや、あの行仏っていうね、今私の言葉で、いや生命の自由運転だ、それの時にはね、この、生命の自由運転の場っていうのは師匠にあらざる修行はあります。普通いう生理的、あの生物学的な、生物学的なその、生き方、生まれ方、生き方の話を超えてるってことね。そういう修行がある。だから天上人間北海道にあらざるところがあるでしょう。この 今言った10回ですね、天上人間という、ああいういろいろの世界、それを超えてるとかある。で、行仏の意義を初見選択、初見の書っていうのは伺えるっていう、伺い見るっていう、天上人間の眼を持ちうることながら、まあこのとこからまたその行仏意義っていう場合ね、その結局その人間ごっそうの続きで見ちゃダメだっていう、そういう話がこの次に出てくるわけです。
で、行物の指を所見見とき、天上人間の眼を用いることなかれ。大体この人間の目っていうのは大したもんだと思ってるけどね、これも本当にね、生命の真実から見たら、ほんの一端でしかないから。これに、まあ、ちょうど、あれだ、そのアリがね、一生懸命見て、でヒマラヤさん、あれがヒマラヤさんかって、ちょっと認識しないんだろうと思うよ。それほどアリの目にそのヒマラヤさんが分からないと、どんなひどいもんだ。人間に本当の生命の真実って人間のためには見られてはしない。このだからね、仏法を見るのに人間ごっそごっそうだ、人間ごっそ、人間ごっこだね。ごうの姿だもん、あるいはごっこうとも言うけれど、この、仏教でいうこのごうっていう言葉はなかなか味のある面白い言葉なんですね。ごうっていうのは過去の続きから来て、そしてこういう今のこういう形になって、今こういうことをするっていうね、本当は業の初めの意味は業だ、業って行うっていうことね。その行った限り必ずそういうそのあれが結果が出てくるっていう、そういうつながりという因果関係ね。で結局我々人間っていう限り、人間の人間としての限られた目で見るって、そういうのは業の姿だ。で、業の報いでもあるね。あれは本当にね、沢木老師がこういう話してたけど、面白いと思うんだけど、その昔からね、白犬っていうのはね、大小にはね、人間に生まれ変わる。ところがね、それで犬がね、赤い犬がね、白い犬に向かってね、白いよ白いよ、お前は結構じゃな、来生にはお前は人間に生まれ変わる、白っていうのは結構だって言ったらね、白い犬がね、涙ぐんでね、お前がそう言ってくれるのは結構ありがたいけれど、でも俺が人間、大小人間に生まれ変わったとき、犬の我々はね、夏のうちに、土曜のうちに三膳は食わなきゃならないっていう人間のクソが人間界にもあるかどうかと思って、心配でかなわないって言ったっていうね。犬の目から見ればこそ、土曜のうちに三膳ね、クソを食わないと暑さあったりするわけだけれど、人間になったら人間のクソなんて食おうか思わない。で、犬の業としてはあれなんだね、クソを食うっていう業か。ところが人間になったら人間の業か。で、そういうようにね、今天上人間の上領を用いるべからずって、本当にね、行物の意義を所見しようとするんだ。人間とか天上とかそういうね、そういう思いで見ちゃいけない、ね、これを起こして色情戦と気することなかれ。十生三元なおこれを知らず諦める。十生三元っていうのはね、昔の清浄仏教っていうのって、修行の段階をたくさんに分けてるので、53段階を分けてる。その53段階を取って、だから東海道53次もあるわけです。だから昔作った階段なんていうの
医師団なんかね、よく大宮さんとかなんか、私よ、あの今でも覚えてるけど、丹波の十法寺に初めて移るとき、沢木浪士と一緒に歩いて、そしたら沢木浪士初めて十法寺に行くんですね。そしたら、そこの行く途中にね、お宮さんがあって、そのお宮さんと医師団があるんです。あしたら、お前ちょっとこれ数えてもらう。だけど私数えてたら、ちょうど53だ。だね、あの昔からの石段なんていうのは 53段っていうのは多いぞって言われてたけど、それからもうなるほどね、ちょっとあれした階段数えてもらったら53にしてあるところが多いです。でそれでまあ菩薩のね、菩薩って仏道修行者の階段をね、清浄仏教の人たち53に分けて、それに